どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回はですね、事件です。今は何をやってるかというと、マリベルのボス戦のですね、まあ、ソロ縛りというのを最近ちょっとやってるんですけども、まあ、それのね、まあ、裏方のレベル上げの最中でございます。でですね、何を助けてほしいのかというとですね、まあ、サブチャンネルの話なんですが、まあ、サブチャンネルね、ちょっと知らない人もいると思いますが、サブチャンネルっていうのがちょっと、ありまして、まあ、そちらがですね、長いこともう8ヶ月ぐらいほったらかしにしたんですよ。そうしたらですね、動画もね、生放送もしてなかったので、したらですね、YouTube さん、Google さんからですね、メールが届きまして、最近何もしてませんよね、みたいなが入ってきまして、このままだとね、なんか初期に戻しますよ、みたいな、なんかそんな感じのね、メールが、恐ろしいメールが、届きました。まあ、チャンネルがね、消えることは、まあ、ないとは思うんですが、去年ね、この今映ってるこのね、皆さんが見てるこの動画のチャンネル、メインチャンネルなんですが、こちらがですね、5番騒動がありました。3日間ぐらいでね、復活したんですが、3日間で、ね、YouTube に存在しないという、僕2300本ぐらいね、ドラクエの動画上げてると思うんですが、それがですね、跡形もなく消えるというね、とても悲しい事件がですね、去年の夏頃でしたっけ、11月頃かな、ゼシカ縛りやってる最中にちょっとあったんですけども、サブチャンネルはですね、まあ、そういう時のための緊急ね、避難先として残しておかないといけないわけなんですね。なので、今後サブチャンネルでは、サブチャンネルはですね、定期的にね、生放送とかをしていこうかなと思っております。まあ、ちょっとなくなったらね、ほんとちょっと困るんで。あとですね、このメインチャンネルはね、じゃあどうするんだってなると思うんですけども、まあ縛りプレイの動画とか、まあ実況動画他にもやりたいなってやつとか、まあね、もちろん今まで通りですね、定期的に生放送もまあやろうかなと思っております。まあサブチャンネルのね、青いゲームの遊び場っていうのがちょっとあるんで、まあ、URL 下に貼っときますけども、そちらからですね、飛んでもらって、チャンネル登録してもらって、通知とかねしてもらえば嬉しいかなと思います。じゃあサブチャンネルで何をやるんだっていう話になった時に、最近ねちょっとね、生放送で結構ね、視聴者の方とね、どうしようかなとか話したりすることあるんですけども、まあドラクエや今までにね、ちょっとやったことのないゲームとかね、まあちょっと積みゲーってやつがあるんですよ。やったことの買ったんだけどやってないとかちょっとあるんで、まあそういうゲームとか、まあダラダラとね、ちょっとなんか今日会ったこと喋ったりする時の雑談とかを、とかも前ね、結構実写とかでね、ちょっと動画も撮ってたんで、まあそちらとかもね、時間があればまた復活していこうかなと思っております。概要欄にね、サブチャンネルの URL 貼ってますんで、そちらから飛んでもらってですね、チャンネル登録してもらって、通知していただけると、またね、定期的にていうか突然ね、ちょっと始まったりとかね、することがあると思います。ちょっとだけね、生放送したい時あるんですよ。ちょっと喋りたいなとかあるんですけど、ちょっとメインだとね、今日なんかこの企画をやろうって時じゃないとなかなかできなかったりするのがなんかあるので、まあそれはね、僕の気持ちの問題だと思うんですけども、気軽に始められない時があるんで、まあちょっと今後はね、サブちゃんの方でちょっとなんかこうやっていこうかなと思います。はい、ということで、まあ緊急なね、動画になりましたが、今後もですね、生放送、動画、そしてですね、メイン、そしてサブチャンネルもですね、ともども、よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わります。それで皆さん、バイバイ。